持ち。今から部活ですか？あ、やっぱりそうですかね。やる気出しすぎでしょうか。やっぱり試合の後ですし、反省会からでしょうか。はい。楽しかったです。自分の試合も、そしてみんなの試合もびっくりするくらいドキドキしていました。最後の試合だって、あそこで乾さんと戦っているのがなんで私じゃないんだろうって思ってました。まだそんな選手じゃないことなんて分かってるんですけどね。私を鍛えてください。乾さんに勝てるぐらいです。それがどのくらい大変なことかは私にだってわかります。でもそこに行きたいです。私は勝ちたいんです。だからそのための指導を私にしてください。お願いします。決めました。コーチに認めてもらえるように毎日の練習頑張ります。はい。
また着替えを覗いてたんですか？どうも怪しいです。やる気なんですかね。先輩、ちょっとこっちに来てください。いいから。ちょっと他の人には聞かれたくない話で。なってくれますかね。なんでもありません。こっちだってそうなってみないとわかんないですし。で、お話なんですけども、今度は俺がいる。俺が絶対真城を勝たせてやるから。もし忘れてるんでしたら本気で最低です。覚えておられましたか。それは良かったです。で、結果はどうでしたでしょうか。嘘つき。まだ部活を続けるべきなのかなって。先輩はどう思われます？ないですよね。逆に熱がないというか軽いようにも見えてしまって、自分が言ってることの意味をもう一度咀嚼してください。どうしてですか？それは一応理解されてるんですね。嘘つき。嘘つき、嘘つき。は
いはい、ごめんなさい先輩。本当はそんなことちょっとしか思ってませんから。さてと、じゃあ部室に戻って練習しましょう。なんか美咲先輩がいればちっちゃなことはどうでもいいかなーって。がなんだか悩んでる。私もいろいろと悩んでる。なんとかしなくちゃいけなくて、だけど方法が見つからなくて。 FC ってなんだろう。私本当に飛ぶことが好きなのかな。ちょっと怖いけど一度先輩に聞いてみよう。次回、青の彼方のホーリズム第7話、小さくても勇気。彼方の向こうに何かが見える。